さあトランポ水野の気持ちになってねえ、トランポ水野の気持ちになって今日もエンジョイフィッシング。トランポで釣れば心もハッピーオーバーハングのアウトサイドとかが夏は強いよね。フラットサイドクランクはやっぱりサスペンド傾向にあるような、サスペンドしやすい場所を、ボトムまで潜らせずに中層をパタパタパタッと早く通過させることによってリアクションバイトを誘発できるっていうのがフラットサイドだから、この辺で巻き始めてズンっていうのが一番理想的な展開なんだよな。めっちゃ釣れそうなのに釣れない、なんでだ。そろそろ入りそうなのにな、ドゥドゥンとか言ってな。おっしゃ、なんだこれ釣れたぞなんだこれブリング55で来たのはこのサイズかよ。いや違う、これは通りがかりさんですわ、間違いなく通りがかりさんに出会っちゃいましたね。これはブリング食えると思ったのかな、これね。口こんなんなのに餌こんなん、ほらブリングと大きさはそんなに変わんない変わるっつうね。はい、オールドBシャット、ブリングってなぜブリングっていうか分かります？ブリングとはブリンクで明滅するっていう意味なんですよ。だからブリンキング、ブリンキングを略してブリング、どうですか、明滅今してますみたいなね。頑張ってるんや、頑張ってでしょ。それの55ミリサイズだからブリング55だから、皆さんも明滅させようぜみたいなねこういう時間帯のためのクランクだからね、そしてこういう場所のためのクランクだからね、そこに当てずにフィーディングに入ってる魚だけを拾っていく。おっしゃ、あー来たよ来たよ、ほらブリング、ブリングフィッシュ、ういファイシャー、間に合ったか でかいぜ、あー頼むバレんなよ、あーおーバレんな、頼む針一本、針一本、あー頼む頼む、あっしゃ来た、ブリングフィッシュ
ブレインドリン。ああ、終わり。来たね。ああ、うわら、グリーン55新色ホワイトシャープにトランポマスターストローク X。 あ、はい、皆さんお疲れ様でした。今回の大量生活は徳島県の旧吉野川に来たんですけど、夏ってことでやっぱりフロッグをメインにやりつつも、日が昇った後ヘビーカバーに、サステキクロー5インチのパンチング、まあ、この2本立てがメインで、組んでみたわけですが、まあ、日がだんだん傾いてきて、あのライトカバーパラ足だとかに、新作のツートンカラーのカバークローとかをバックスライドで入れてったり、まあ、あとちょっとメインだった、夕方やっぱりそのカバーの奥にいたやつが夕方こうちょっと涼しくなってきてオーバーハングの外にね出てこようとするフィーディングの魚、それをブリング55でそこに当てずに中層を早く引いてきてリアクションでドンって食わす、まあ、そういう、まあ、夏って一言で言ってもこう朝から夕方までいろんな釣りができるんで、まあ、今回ぜひ参考になってくれればなと思います。まただんだん涼しくなってこればブリング55も割と引ける時間帯っていうのが増えるんで、これからはフィールドにお忘れなく、ぐりぐり巻いてみてください。お疲れ様でした。おっしゃ、食ったよ。おー、C はい、ブリング55オールド B ショット。 C バスが好きなんすわ、フラットサイドは。メインにしたタックルっていうのがですね、あの予見フラット、もうなんか気がね手が一生懸命届いてないところがね、なんか固定しちゃうかも。トランポイヨベのブリングフィッシング講座、神々